ラリガチャンネル、イエーイ。皆様明けましておめでとうございます。新日本プレスの中心サンダーライガーです。今年もですね、ライガーチャンネル爆進していきたいと思っております。スタッフのみんなも勢ぞろい、元気であります。元気ですか？返事はや返事せえや、対応せえや。それからですね、ちょっと皆さんにお礼というかですね、実は年末に T シャツ追加生産させていただきました。計500枚完売いたしました。いや本当にありがとうございます。あれを取った後ですね、家に帰ったらかみさんがですね、あんた在庫がいたらどうすんの、知らないよって、誰が処分するのあんなのって、あんなのって言われました、ね、あんなのって言われました。まあしかしかみさんの心配もよそにですね、完売、もう即日完売だったのかな。即日です。即日ですよね、はい、前回よりもしかすると早いぐらいに完売しました。おお、すごいよね。すごかったですね。すごいよね。まあそんなこんなで僕もおなんか白がもし完売したら次は黒だみたいなこと言ったっていうふうにスタッフの人から言われてですね、よく言ったっけなと思うんですけども、はっきり言ってました。言ってた。YouTube に上がってます。あ、証拠あるんだ。やべえな。まあそんなこんなでいろいろね、ライガーチャンネル開局して1周年もう間近に迫ってますし、だからね、ちょっとライガーチャンネルこれからもガンガン突っ走っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。いや今こういう状況じゃないですか。コロナが1000人超えとかね、大変な状況なのにあれだけのお客様が、会場に来てくださって、でチケットの方もそういう政府からというか来て止めたんですよね。29日が30日もうウルダーなしって、もうここまでっていう風にして、はい、でそれで数で、当日券とかも販売しないでね、やったんですけども、お客様のその声援というかね、声を出せないような状況でね、拍手で選手にエールを送ってくれて、すごく試合内容も濃くてね、本当に一つになってドーム大会が成功したと僕は思っております。朝普通にニュース番組テレ朝見せたら、イブシでやってましたね。テレ朝やったでしょ。だからテレ朝はもちろんね、ニュースでちゃんとしっかりやってくれ る。あれが大事だよね。俺 TBS したんですからね。え、俺 TBS なんで、僕はテレ朝見せた。大丈夫か。まあいいです。でいいの。よかったんですもん俺。あ、やってんだこんな尺ちゃんと食ってって。ニュースの中でね、はい、ニュースの中でやってて、ね、ありがたいし。イブシ強いね。イブシ君すごいよ。2日続けて30何分と40何分でしょ。2日続けてやってんじゃんね。そう、1時間以上やったらトータルして、しかも相手が、ああいう相手がね、はい、J. ホワイトと内藤選手だからね、はい、いやすごいよ。僕ちょっと気になったこといいですか。はいよ。最後に真田選手が来たじゃないですか。おお、プロレス好きだから言うと、もうちょっとなんか真田さん、そのライガーさん的な喋りしてほしいなって思っちゃったんですけど。俺的な喋りっていうのか、うまい喋りというか。真田君普段寡黙な人じゃん。はい、あんまりペラペラ喋る人でもないし、感情を表に出すような人でもないし、だからまああれはあれで真田君らしかったんじゃないかな、個性としては、うん、ただ僕はですよ、はい、これあくまでも僕の意見だからね、炎上させない。個人的な僕の意見は、やはり試合であれだけイブシ君とJ.ホワイトがすごい試合をしたと、でお客さんもうわーっと盛り上がってる、そこにコメントでね、笑いはいらないんだよね。あの笑いを真田君が取ろうとして取ったのか、偶然起きてしまったのか分かんないんだけど、ちょっと笑いが起きたし、あー噛んじゃったってなんかね、なんかね、なんかうわ、もったいない。すごいいい雰囲気だったじゃん、イブシ君が。はい、イブシ君が。そう、で、コメントして、はい、一番うわーって上がったところで、それをさらにコメントでね、うわーっていうのを僕は期待したんですよ。はい、ちょっと笑いが起きたんで、僕はもったいないなっ
せっかくの雰囲気を。ちょっとね、僕は正直に言うと、僕はちょっとあそこはもったいないと思う。どうのこうの。個人的にはね。あれって、喋りは基本、個人個人がみんな誰かを見て学習していくものなんですか？学習していくもんじゃない。僕はだから、田中リングアナ、ケロさんですね。に、マイクの角度とか喋り方とか、まあ表とかっていうのはいろいろ教えてもらいましたけど、他の人は特別教えてもらってないんじゃないかな。そうなんです。独学だと思うよ。だから、まあ真田君なんで、そんな喧嘩腰にする必要はないと思う、はい、正面から正々堂々と、まあ、G1 で化けて必ず借りを返します、挑戦を受けてください。で、もう普通にそんな感じで良かったと思う。今日の試合、確かすごい試合だった。だけど今日の試合を超える試合をして、俺は必ずあんたに勝ちますよ。なるほど、そういう風に言ったんですか。そうで、 G1 の回もそれで一緒に返そうと思う。僕の挑戦受けてください。それでいいと思う。寡黙なりのね、はい、だから僕は何回も言うけど、もったいなかったなと思う。内容とかそういうのは絶対良くなると思うんですよ、はい、ファンの皆さんも期待すると思うんですよね、はい、僕が今言ってるのは、あの試合の雰囲気で、終わった後の湯伏君のコメントをそのまんまもっとこう昇華させたかった、うん、でコメントって怖いよね。やっぱりああいう喋りでうまい猪木さんだよね、うん、みんなが行けっていう気持ち、はい、で必ず俺らに応援来るからなみたいな、猪木頑張れよみたいなっていうような雰囲気、うん、だから猪木さんが言ったレスラーはバカじゃできないって、そこなんですよ。強いだけじゃダメなんですよ。喋りが下手だったらお客さん笑っちゃうし、せっかく上がった雰囲気も落ちちゃうし、はい、試合は生きてるんだから、うん、いやすごいですね。話術もいるってなかなかですよね。プロレスは難しい。だから昔はよく言われたぜ、10年でやっと1年前だ、その試合の中での間とか、見栄の切り方とか、と感情表現、はい、で試合が終わったら終わったでコメント、次に繋げるためのコメント、どうするか、ベルト取った俺は、うん、じゃあこのベルト、俺のこの政権をいかにこう長いものにするか、確固たるにするものには何が必要なのか、瞬時瞬時で考える。だからバカじゃできない。空気を読む大事だよ。多分馬場さんは自分は喋っ下手だっていうのは分かってた。多分だからあんまり喋れなかったと思うんですよ。あリングの上に、はい、次来いこの野郎とかって言えなかった、うん、それは多分自分がコメント出しがそんなにうまくないから、うん、リングの上で言ってもしょうがないしっていうのもあったんじゃないかと思うし、馬場さんの声ってやっぱり低いじゃないですか、はい、だからこもるんだよね、うんうん、何言ってるかまた分かんなくなったりするから、そういうのも馬場さんは考えられてたと思うよ。だから逆に猪木さんは声通るし、はい、怒りっていうか投稿だから、うん、ガンガン喋ってた。てめえはやろっつってて、かかっとかいみたいな、うん、だからそういう一流になる人は喋る喋るな喋らないを自分で分かってるよ、うん、だから昔のことわざで、己を知り敵を知れば百戦危うからすっていうことわざで、まず自分はどうなんだっていう、うん、知らなきゃ。そういうプロセスもいいよ。 1.5 の感想から、あ、こんなに広がったな。あれ、これで1本取れんじゃないか。いや、でも 1.4 で 1.5 で総括すぐ行っちゃうね。そうですね、うん、すぐ上げるんだよね。じゃあ、これまで1本すげえ。